皆さんこんにちは、ペソでございます。ついに始まりました信長の野望覇王伝ですね。今日からやっていきたいと思います。で、データディスク完全に壊れてましたので、とりあえずね、マウス使いながらやってくんですけども、シナリオはちょっと一番ね、最初の方のシナリオにして、レベルはちょっと中級でやってみたいと思います。で、大名はもちろんちょっと一番最初なんでね、信長さんの方を使っていきたいと思ってるんですけども、よいしょ、はい、いや、解明はしません。はい、武将の再配を生かすため日頃の訓練をどうのこうのって出てましたね。あー、懐かしいですね。で、ここからマウスやっていきたいと思います。で、市場があるんですよね、今回は。ここには丹羽長秀さん、織田信光さんにね、いろいろと見させてるみたいですね。で、まあそこそこ戦闘の高い武将さんを揃えてる感じですね。まあ、斎藤家を睨んでるという形ですね。で、こっちは今川の方ですね。で、ここには勝家さんがいるという形ですね。ではですね、初期は基本的に気合が足りないので、あまり何もしません。で、本当にね、気合14とか15以上ないと、あんまりね意味ないんですよね。で、畜生もたまらないし、今回なんて言うんですかね、神高って読めばいいんですけどね、石高の代わりにね、その辺もちょっと変わってるなという印象を受けますね。ということで3月はパスします。まああまり確かしかできないみたいですね。ちょっと後でこれは音量変えましょう。はい、まあ徐々に気合が溜まっていくみたいな形ですね。
ちょい気合貯めます。で気合が、あ、そうですね、これでまず、内政で、農業開発で信長さんに、3以下だったら休めっていう形
は内製ですね。まあ、あとは来月勝家さんぐらいかな。で、訓練度今45なので、ちょっとだけ訓練ねしときます。あー、まあ信友さんぐらいでいいかな。8、しばらくは内政ですね。あ、2.1、 もうちょいですね。 2.5 ぐらい超えてくれたら嬉しいんですけどね。信友さんは基本的にね、戦闘も低いし采配も低いので、あまりちょっと表には出せないんですよね。野望だけ大きいですけどね。もうあ、ダメだ。訓練、しばらくちょっと内政のパートが続いてしまうかもしれないですね。はい。で、ちょっと見てみましょうね。 2.1 変わらないですね。109だけ打っときましょうか。はい。で、さ、戦がね、結構たまりましたので、で、できるだけ商業ですね、上げときます。で、巡殺もいけるかな。あ、平田さんは来月商業を上げるので、まあ、まだまだですね。そう簡単には攻めてこないと思うんですよね。おー、カンパ。まあ、この辺は戦闘要員ですよね。勝家さんを含めてね。はい、治安よくしましょう。で、あとまたここですね、同時に来年からは上げていく形になりますね。で、ちなみに
82で、足柄もそんなにいないんで、もうお米酔っ払っちゃったみたいですね。ツアーもののようですぞと。はい。
に対してですよね。政治100なんですよね、秀吉さん。任命で軍師ですね、変更します。で、秀吉さんにします。で、お城は今こんな感じですね。下がりましたね。はい、最大。まあこういう形でですね、上げていくんですけども、足軽を雇うとして、勝家さんで、築城176、足軽23ね、10だけいきましょうか。常に立って、戦えるだけの足軽は必要です。100人なんで1000人ですね。で、訓練、訓練はまあ来月でいいかな。まあ結構ね、イベントよく起こる印象もありますね。はい、ということでですね、ちょっと20分過ぎてしまってますので、今回この辺で終わらせていただきたいと思います。信長の野望覇王伝第1回目でした。ご視聴ありがとうございます。また続き楽しみにしておいていただければ幸いでございます。それではさよなら。